ナメ川大滝は山形県米沢市にある滝。日本の滝百選の一つ。落差80メートル、幅40メートルと東北地方でも最大クラスの滝。阿武熊川の支流、松川の上流、標高860メートル付近に位置する。地質は流門岩層で、付近には千滝などいくつかの滝がある。展望台から向かって滝の右上方向に、 布引きの滝と呼ばれる滝が現れることがあるが、雪解け時等の水量の多い時にしか見られない。日本の滝百選の選考作業は、主に行政主導で行われ、米沢市からは、アクセスの容易さや、すでに観光地化されている等の理由から、白布温泉付近の白布大滝が推薦されていた。しかし、滝自体のスケールは、滑川大滝が数段上であり、 また、選考委員の中で滝に精通していた数少ないメンバーである長瀬貨平の推薦もあって、波川大滝が100選に選ばれた。長瀬によると、先行後も行政から100選変更の申し入れがあったとのことで、あるが実現していない。そうした経緯もあってか、行政による看板、標識なども存在せず、展望台にもそこが展望台であること、 百戦千の滝であることを示すものは何もない。2015年現在、大滝展望台に通じる唯一の道である吊り橋が、老朽化のために閉鎖されてしまい、干拓はかなり困難になってしまった。ありがとうございます。